わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村一です。しゃー、今日は手術を持ってまいりました。ザン、ブラックラグーンソードカトラスバージョン2 KSC だからエアガン。そうなんですよ、ガスガンかな。あの再販されたんですよ。あ、昔出たやつ。昔出て、で随分とね人気で全然手に入んなかったんですけれども、うん、その新バージョンかな、バージョンアップしてんのかな、これバージョン2って書いてありますよね、これ多分。そうだね、うん、じゃあこれをね開けていこうと思うんですけど、ーソードカトラスって覚えてます？ブラックラグーンの。ああ、なんか、あ、覚えてる。ベレッタが使ってた銃ですね。レビーって、うん、トゥーハンドなんですよ。ああ、そうだね、二丁拳銃。もちろん2つ買いました。嘘でしょこだわります当然。うーん、お前はレビーじゃないのに。なるほど、開けてこっち、はい、俺はこっち開けます俺はレビーじゃないけれども、これ左右で同じ開封するってなくない？すごいですね2人の視点から見ればより分かるという。うわうわ、こうなってる。同じだ。同じですね。でもね、違うところもあるんですよ。見てください、これがソードカトラスなんですけれども、うん、ここにシリアル入ってるんですよ。あ、ほんとだ、003798。え、こっちはすごいよ、はい、003799、うん、1違いですね。連番できてるよ。連番できましたね。大当たり。連続で2つ買うと連番で来るんだね、ちゃんとかも、ね、ちゃんと連番で来るんだね。確か俺が買ったサイト2つまで注文できたんですよね。カジャルみたいなのがいるからか、ね、そう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 。ちゃんとね、このシリアル入りってのが嬉しいですけども、いい数字ですね、3798。また言い出したよもうそのトリックは気づいてんだからな。3799もいい数字っすよね、うん、言っとけば何とかなるんですよって言ってなんでって言うからだ、そっから考えればいいんですよって言っていいですね。そっか、レビーシルバーだったんだ、うん、そうなんですよ。ソードカトラスってこのオプションとしてはバレルが延長されてるのと、うんうん、あとはグリップですよね。象牙かな、象牙なのじゃない、うん、まあこれは当然違うけど、うん、本物のそのレビーモデルは一応象牙なんじゃない、象牙質で、うん、でこのパイレーツのマークが入っていて、で特徴としてはここにタイ語の刻印が入ってます。あ、これロアナプラが、これも解読するの、あの辺りの刻印、うん、します。おまけでもう渡る時疲れたよでも俺ちょっと気になるな、これなんて書いてあるか、うん、後で書いてあるね、確かにね、うん、でこっちの側面には 9mm、うん、まあ、パラベラ普段使ってるよね。そうだね、ベレッタだからね。そうなんですよ、うん、でやっぱりね、口径とか銃弾の強さとかにこだわる人多いんですけれども、うん、レビーは、うん、撃って当たって殺せればそれでいいって思想なんで、うんうん、9mm パラベラムが一番使いやすいんです。ばらまくわけね。そう、だから要は汎用性の高い、そういうことです、弾でね、うん、でこれはガスガンですね。裏からガス注入口があって、で BB 弾を打ち出すんですけれども、うん、まあおそらくトイガンとしての作りはシンプルだと思うんですよね、うん、むちゃくちゃ凝った特徴があるって感じでもなく、むしろ見た目でしょうな、やっぱソードカトラスは。まあね、うん、ちょっとガスちょっとガス入ってる、ちょっとガスあったり、ちょっとあれ、まあ、あの実はちょっとガス入れてた方が壊れづらいらしいです。へえ、ガスが空になってるよりは。今ちょっと、うんどうしたの？ちょっと待って、あ、翻訳できます？今タイ語なんだよね、タイ語を日本語に翻訳するやつでやってて、やっぱり、うん、あの渡るとは違ってね、ちゃんとした言葉だから、本当翻訳アプリでいけるんだけど、うん、ちょっと今面白くてプレイチャットって出たんだけど絶対違うよね。プレイチャットプレイチャットって書いてあるの？そう絶対違うだろ。いや一瞬プレイ、いやでもプレイチャットなんだ、え、これちょっとほら文字がね、多くの国使用人分数による結果とかなんか書いちゃってんな。直訳ですね、おかしな。そうだね、うん、なんとかが作ったみたいなこと、製造がどうこうって書いてる、で特別仕様って書いてるな。ガンスミスがこう入れた国人かな。プレイチャット、でもプレイチャットっていうのがすげえ出るな。なんだプレイチャット、プレイチャットプロデュースってか出てる。あ、ガンスミスの名前じゃないですか。多分そうなんじゃない。それがプレイチャットって訳されてるだけで、多分作った人が自分の作品であることを表すために入れてるのかな、うん、なんか そういうことみたい。なんか誰が作ったやつだよって書いてるっぽい、うん、なるほどね。握った感じ、うん、グリップ思ったより太いっすね。
ああ確かにあのグリップに削りがないからねえより感じるね。モッド 92F ベレッタ M92、うんうん、まあねもうベレッタはもう慣れたもんよ。ベレッタをモデルにしてるモデルとして使ってる作品はもう山のようにあるからさ、そうなんですね、何かでコラボモデルが出ると大体ガバメントがベレッタなんだよね。うん、ガバとベレッタは二大巨頭と言ってもいいくらい人気がありますね、うん、オートマチックハンドガンだと。まあでも確かにベレッタのデザインって秀逸だよな。へえ、イタリアの銃ですけども、やっぱイタリアはデザインセンスが優れてますよね。まあ性能的にもベレッタはすごいけど、ベレッタはねそうだね、うん、アメリカ軍とか警察で正式採用してたよね、うん、確か。まあ、何がいいってこの悪っぽさなんですよね。ビカビカのメッキじゃなくてこの感じのメッキ、ステンレスメッキ、そう、うん、やっぱ両手に構えてこそですよね、うん、なんか違うな、死にそうだな、なんだやられ役感やられ役感出ちゃいました。リベリオンやられ役感が出ちゃう、気をつけない、うん、リロードが大変だな。でもできないね、うん、いやーかっこいいわソードカトラス。一応2丁とも、うん、作中ではデザインも全く同じ、性能も全く同じ銃って扱いですかね。どうなんだろうね、まあ、ブレは生じさせないと思うんですよね。これ右用これ左用ねってないですよね絶対。いやわかんないよでも、うん、レビーはなんかそんなところに、いやでもこだわらないか。いやだってほらあのマガジンリリースの問題あるじゃないですか。こっちは当然右手用だから、あまあまあ、でこっちも同じようにこっちについてリリースできないもんね。リリースできないんですよ。これどうなってるんですかね。レビーのその銃の戦闘中のアクションで、まあ、二丁拳銃撃ちまくるシーンは多いですけれども、リロードしないのかな。リロードはどうやってたっけな、覚えてないだけかなこれが、まあ、描いてないのかな、うん、よくあのフィクションもの漫画とかだとさ、うん、もうどうやってそれをっていうぐらいのさ、うん、カシャってもう落として抜いた後さ、ここら辺についてるマガジンに、そうこうやるだけでカーンってリロードされるみたいなのがあるからさリベリオンなんてね、地面にマガジンを置いてカーンってやったりとかねやってましたからね。なんだっけ、こう落としてさ、うん、足で蹴り上げてガシャッて入れるとかね、本当にいいと思うよね。いやかっこよさ重視のアクションですけれども、やっぱ映えますよねガンアクションは。う、ね、うーん、じゃあ、うん、はい、お、なおさんバルキーですかいや昔買ってたやつが、はいはい、発掘されましてね、うん、VF1D バルキリーなんだけど、ファンレーサーっていう、まあなんかそんな本編でがっつりっていうんじゃなくてっていうやつだよね、これどこで出てきたやつ。なんかね、うん、俺もマクロスをはっきり覚えてないんだけど、ねえ、こう民兵とタンデムで乗ったりしてて、でもガンポットついてるから戦闘用ですよ。いやでも多分これその商用のやつじゃないかな、商用っていう設定なんじゃないかな。こういう風にさ、なんかもう2人で入りますみたいになってたりとか。あー本当だ、複雑系式で、そう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 。であとここら辺に、うん、なんかこういうファンレーサー、おーで光が乗ってみたいな、はーやつがねあって、中の説明書とかにきっと詳細な説明ね、ありそうだよね、代理に書いてありますよ。ちょっとじゃあこっちも軽く開けてみます、ね、開けましょう。食い合わせすごいな、ソードカトラスとバルキリー胃がもたれるでオタクのチャンネルって感じするわ、わ、うん、かります、マガジンのこのリリースを、うん、この音たまらない。俺も初めてそういうガスブローバック銃を買った時に、意味もなくマガジンを入れたり出したりしたり、あの空打ちをしてブローバックを楽しんでたもん、うん、そうなんですよね、この雰囲気がたまらない。あった、ファンレーサーとは、うん、エアレースやアクロバット用の小型機で民間人だった頃の一条光の愛機。あマクロス中心式、新中式式典におけるアクロバットショーに飛び入り参加し、うん、VF1 と共に曲芸飛行を披露した。巡航最高速度は720キロ、速いね、速い。ロケットブースター使用時はマッハ1以上を誇る。え、一般人だった頃に乗ってた。そうみたい。ヒカルってなんでそんな機体に乗れてたんですか。民間のパイロット、民間パイロットだったんだね。もう覚えてないな最初期の設定を。
あこれが一条光が初めて乗った機体って書いてあるから本当1話とかのやつかな。1話とかのか。VF-1D バルキリーとは、うん、史上初の熱核反応タービンエンジン搭載可変戦闘機 VF-1 のトレーナー仕様が D1D 型である。VF-1A をベースにコクピットを複座型に換装、うん、頭部ユニットを複眼式カメラと二連装レーザー機銃へと変更している。指導教官を乗せた教練訓練、うん、だからタンデムなんだね。練習機なんだ、うん、で観測員を伴った強行偵察任務などが主な運用だが基本的な仕様は A 型であり、うん、実戦運用にも支障はない。第一次青函大戦開戦時民間人だった一条光は同期で初陣を飾っている。へえ。帰る巻き込まれ系のでしたっけ。乗ったってことで、だから多分このファンレーサーに乗ってて、うん、こっちに危ねっつって乗ったのかな。はいはいはい、はい、で一応今作はその時を再現できるようにっていうんで、うん、民名が付属してますよ皆さん。ヒロイン、え民名ついてんの。負けヒロインの、おい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 、皆さんお待ちかね、負けヒロインの民名。なんでガンダムファイトの審判の人みたいな。小さい小さい。そう、ガンダムファイトの審判の人。小さい小さい。民名。風に。風になびいてるよね。キャーっていう民名。コップのフチコさんみたいじゃねえよ。で、いや、フチコさんみたいなポーズしてるやつはこっちですよ。はい。ほんとだ。ヒカルはこれ乗るためにこの形だ。あー。でけでけでって、でけでけでって。すげえ落ち込んでんじゃん。キャあ、複座だ。この結構でかかった。なんだこのシチュエーション。うん、複雑結構でかかった。スケールは合ってるっちゅうことですな。そうだね。立つのはおかしい。キャッ。わあ、シートベルトしてなかったばっかりに。これがファンレーサー。こっちね、うん、ソードカタラスの説明書、うんうん、ソードカタラスの話に載ってるかと思ったら、うん、載ってないよ。M9 の歴史をものすっごい長いこと語ってるんですよね。いいね。ベレッタを。KF とか、うん。ベレッタをめっちゃ押してくる。見てこの小さい文字のこの詰め込み方。すごいね。いや、そういうのいいよ。うん。そういうのなんか、自分の人生に一生関係ないのにずっと読んじゃうもん。85年に米軍の正式ピストンになったんですって、M9。だから、うん、なんかよく見るのはやっぱベトナム戦争の映画だったりとかさ、うんうん、あれはでもまだガバメントか、まあやっぱりあれだね、80年代の刑事もののよく見るね。多いっすね。とにかく見るね。多分ベレッタすげえっていうブームがあったんでしょうね。あったなと思う。だって俺の好きなリーサルウェポンもさ、うん、マーチン・リッグスはずっとベレッタだし、うん、それこそダイ・ハード、うん、ダイ・ハード、はい、あれもねベレッタずっと使ってるしさ、うん、やっぱねベレッタがかっこいいヒーローの銃って印象だったんですよ。そうだね、当時の味方側が使ってっていう感じだよね。で敵は大体ね、旧ソ連圏のピストルとか使ってましたよね。そうだね、うん、流出品みたいなのかね。 AK が特に多かったけど、そう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 、アザルトライフか。米国内銃器メーカー過去コルト&スミス&ウェッソンが政治的な圧力をかけた。そんな歴史があるの。なんか生々しいっすね。何正式採用してくれっつって。そうですね、トライアルに参加した時に M92S1 が優勢だったけど、途中で空軍だけのトライアルが米軍全体に拡大されて、連合正式消火器開発プログラムが発足で M92S1 は不適当と結論付けてトライアルを一旦リセットされたんですって。これが圧力じゃないかって話です。あ、うん、そういうことか。で M92SBF になって参加した結果採用は勝ち取ったと。M1911 が戦後40年もの間現役の座にあり続けたのは、まあ、ガバメントが優れたピストルであったことだけが理由ではなく、うん、重要度の低い火器をすぐに変える必要性がなかったという理由も大きい。まあピストルなんてね、まあよっぽどのタイミングじゃないと抜かないですもんね、軍だと。基本はそうだね、うん、ハンドガンで戦うっていうのは少女あるしな。でその後はコルトとかワルサーとかの説明も入ってますね。え？これ多分同じ時期のトライアルに参加してた銃ですよこれ。その中で M9 が採用されましたよっていう話。ははシグも最終選考まで残った2丁のうちの1丁ですって。これすげえな。めちゃめちゃなガンオタが書いてんだろうなこれ。ガンオタっていうとガンダムのオタクみたいですガンオタはそうだね。ガンマニアっすね、うん、ガンマニアの人が、うん、それ意外と可動域多いっすね。だって完全変形するんだもん。無理だな、時間内に変形できないやつだ。今日は
今日は完全撃破しませんが、やっぱりトップガンマーヴェリックを見た方だと、うんうん、かっこよすぎる。本当ですね。羽開きたいですね。羽は開きたい。こうでしょ。てててててんてんてててて。もうどう見ても F14 だもんね。本当ですよね。いやでもさ、 F14 のデザインをベースにさ、うん、このロボットに変形するよっていう、よくこの落とし込みというかさ、うん、すごいね。今見てもやっぱり VF1 は金かかってんよ。すげえ発想だよ。これこのこれはあの人型ファイターの、あ、じゃあバトロイドの時のジオラマなんかに使うらしくて、その乗り込み口の再現に使うんだって。バトロイドの時に使うんだ。うん、UN スペーシーか、うん。地球軍のね。デンジャーインテークキープクリア。ああすげえな、細かい字が相変わらず出てるわ。注意書きだらけなんですよね、戦闘機って。そうそう。うん、注意しろよっつって、ほらもう外も注意しろよ、ウォーンっつってるもんね。救急車ウォーン言うとるわ。うん、もう一目見ただけわかる。 この尺の中で変形させるの無理。これはちょっとね、どんだけかかんのよこれ変形に。ここのあの、うん、頭の部分のアンテナになってる機銃の、うん、これちゃんと大丈夫か、前のパーツに当たりそうで怖いな、これ発射すると。まあ今干渉してるね。そうですね、ちょっと開けばね。ああ、うん、バルカンでポットが、ポット今つけてる下に、ああ、ガチャンたまるんですよね、これガンポットが、うん、やっぱデザインがな、ハクビだよこれは。本当にロボットアニメの中でもいや、かっこいいね、うん、先っぽがこれ開くようになってるな。これ何のパーツだろう。先っぽは、あ、胸のとこ、そうガチャガチャ入って胸の中に入り込んで、あのシャッターが降りるのよ、うん、あのなんだっけ、ドクロマークついたやつ。そう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 、スカル正体、ね、そう、これはだからついてないんじゃない、そのドクロマークは。そうだね、ついてない。またマクロス見たくなってきた。これ前輪どうやって閉じるんですか。これ前輪書くのは、うん、まあ普通にしまって、折れそうで怖いわ。そう、両サイド閉じて、でここも、でもまああの訓練機って聞いて納得ですよ、この配色ね。オレンジ基調だから、うん、ね、大体訓練機とこの味ですよね。何、分度としたかったの。そう、シューシューと言いましたっけ。俺のおじさんは戦闘機のパイロットだったんですよ。知らんよ。言ってなかったんですか。確かなんだっけな、ミグ乗ってたんだっけな。へえ、人民解放軍だったんで、ああミグなんだ。当時採用されたミグっすね。へえ、まだそのジェット機の最初期のやつだったかな。あのここの部分に穴開いてるやつ、エアインテークみたいな、うん、あーあったね、うん、で訓練は服用機だった気がする。確か訓練機は服用機だったのかな。これ昨今のあの CG とかで出てる映像作品とかさ、うん、最近のだともう細かくなってるからさ、うん、ここら辺もなんかガチャガチャ動くんだよね、うん、あのブーストの、うん、向きとかもそうだけど、こうちょっとこう開いてアフターバーナーかけるとかなんかあるんだよね、そういう仕様が ね。そうそう。でもトップガンマーヴェリックの話になっちゃいますけれども、やっぱ古い機体引っ張り出して戦うのって、あれロボットアニメの文脈でよくあるじゃないですか。そうだね、あれシーンたまんないですね、オタク的にね。あそこはかっこいい、何度でも語れちゃうよあそこで。ケーキも古いじゃないですか。そうね、もうほこりかぶってるようなケーキの操作方法を覚えてるのはやっぱりマーヴェリックだからこそなんですよね。グースの息子はだってね、うん、どれが何って言ってたから、どうなってんだ俺って。スイッチ入れろ、いっぱいあるって言ってたからな。そうそう、めちゃめちゃいっぱいついてるんですよね、物理スイッチが。でもトグルスイッチとかやっぱテンション上がりますよね、パチンパチンってやるやつ。いいな、でもトップガンマーヴェリックの流れに乗ってマクロスもなんかね、やればよかったな。そうね、コラボとかね、初代寄りだらね、うん、だって人気ありますもんね、マクロスは。マクロスは海外人気すごい。ロボテックでしたっけ。なんか名前違うんだっけか。で、なんか他の作品とシリーズ扱いされてて、続編扱いされてるんですよね。なんだったかな、モスピーダとかっけ。モスピーダとか、なんかサザンクロスとかそういう系じゃなかったっけ。そうそう、それ系のやつとくっついてるんですよね。当時ロボットアニメはやっぱ、これ、まあ、長尾さん前話したかな。ロボットって幼稚じゃないみたいな、人型ロボットって。そう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 。扱いだった。人型がね。うん、やっぱ海外だとその人型で戦うっていう感覚がないから、うん、トランスフォーマーみたいな意思があればいいんだけど、
ただロボティックは別だったんですよ。戦闘機だから。そう。リアル兵器だから。そう、自国の誇る F-14 そっくり。これ今カジャ君が持ってんの見てね、うん、俺のこの航空機キュンポイントを言っていい？うん、うん、どうです？このキャノピーの反射。ああ。わかる？変態ですね。こういう感じのやつ。わかりますよ。キャノピーに反射するこの感じね。わ、うんうん、かりますよ。これ、作画するの大変だろうな。そう。こういうとこね。こだわりのね、アニメーターが入れる演出。なかなかの変態ですね。キャノピーの反射に行きますか。わ、うん、かるな。これが高速状態ね。うん。戦闘機はな、やっぱ心の中にある一番戦闘機らしい戦闘機の形がこれなんですよね、うん、なんかね子供の時代からのね、まあわしら世代だけかもしれないけど、そうだね、今のね戦闘機の方がやっぱその飛ぶ速さ持って飛ぶとか、うん、ステルス性とか考えると圧倒的にいいらしいけどさ、うん、このなんか F-14 のね、うん、デザイン元っていうのが俺のらの中のイメージでは根付いちゃってんだよ ね、 うよね、もうね、これが最強、これが強いっていうイメージをうまく利用したのがトップガンマーヴェリックでしたね。そうだね。でもほら普段我々みたいな一般人からすると遠遠い世界の機械じゃないですか、うん、戦闘機だから性能とかも基本的には伏せられてるし分かんないし、うん、その技術進化も実感的に味わってないじゃないですか、分かんないよ、どんくらい速くなってみたいな、乗ったことすらないもん。そうでも確かに時代ごとにものすごいスピードで進化してるんですよね、うん、軍用機そういうのをね知るとやっぱなんか現実とロボットアニメとかのあの設定ってそんな遠くないんだなって、うん、ガンダムの世界も機体の進化早すぎたじゃないですか。まあね、うん、意外とリアリティあるんですよね、兵器の進化スピードに関しては。ただ大型化とか小型化とかに関してはほぼ変わんなかったですね、戦闘機は。そうだね、うん、まあ人間が乗る以上はね、うん、考えてみたら今回はあれですね、ミリタリー界でしたね。そうだね、そういう統一銃と、うん、戦闘機で意外と組み合わせは良かったのかもしれない。ちょっと前調べてて、うん、あの B-29 とかもさ、なんか当時で考えるとめちゃめちゃな技術なんでしょ。どうなんですか、なんかあれ宇宙ロケットと同じ技術使ってるらしい。マジで。だからその高高度から爆撃が可能みたいなんで、うん、当時で言うとかなりのオーバースペックのものだったらしいけどね。あれでかいじゃないですか、めちゃめちゃ、うん、恐怖ですよ B-29 は。いや本当だよね、トラウマですよね。よし満足した、はい、だいぶおもちゃ入れさせてもらいました。おまけどうしよっかな、なんかします、はい、チャンネル登録ツイッターのフォローお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね、はい。